コナミ。こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスPSやっていきたいと思います。今日はですね、契約書をまとめて引いていこうと思います。ゴールド契約書ですね。結構もう期限がやばくなってしまっているので、これを今回は20枚まとめて引いていこうかなと思います。はい、そう、単位認定戦とかそういうので結構溜まってきましたね、ゴールド契約書。で、10枚ずつなんで10連を2回っていう形でやっていこうと思います。とりあえずまず10枚ですね。で、過去戦績先にお話しします。ですね、私動画でゴールド契約書過去に420枚引いてます。結構引きましたね。420枚中 A ランクは37枚、 S ランクが6枚っていう引きになっております。この引きがどういう引きなのかっていうと、確率に直して考えるとですね、私は A ランク 8.8%、 S ランク 1.4% っていう引きになってます。これ本来ですね、 A ランクは 8.5%、 S ランクは 2.5%、 出てくるっていう確率らしいので、A ランクは若干引けてるけど S ランクは全然ダメっていうような感じですね。本当 S ランク最近全然引いてないですし、 A ランクはずっと調子が良かったんですけど、最近はあんまり引けてないですね。はい、オール B もしょっちゅうなので、今回は取り戻したいです。20枚なんで何とも言えませんけど、引いていきましょう。ランク戦のスポンサー検証とか本当ありがたいですね。リアタイ当ててよかったっていう、はい、思うことの一つですね。行きましょう。演出来てください、演出来てください。 OKOK。 A ランクが来ますね。 A ランクの確率だけでももうちょっと取り戻したいんだけど、割れてくんないかな。はい、久しくこれから S ランク、あ、見てないです本当に。さあ、1枚かな、いつ来るかっていう感じですけど、どうかな、1枚だけかな。どこ、お、来た来た、 A ランク、あ、よしみさんと。ドラゴンズね、今後どうしようかなって思ってます。ドラゴンズ枠、あ、1枚だけっぽい、ラスト、あ、1枚だけですね。あ、10枚に1枚引けてればいいかなっていう感じです。そろそろ S ランクも欲しい。ちょっと枠を開けてきます。はい、開けてきました。あ、自チーム A ランクも溜まってるんでね、これも引こうと思います、近々ね。そう、もう引くチームはね決めてあるんですけど、いつ引こうかな、早めに追加が来る前に引いて動画にしちゃおうと思います。で、次がラストの10連ですね。さあ、これはい、なんかちょっとデイリー得点で、なんかあれです、経験値 1.2 倍を朝やり忘れて、じゃあ契約書にしようってして選んだら C ランクでした。はい、そんなこともありましたが、もうちょっとゴルチキャンのか、今日は20枚にしときたいと思います。キリがいいのでね。さあ、行きましょう。20連目、どどん、どうかな。はい、いや、ほんと久しく S ランク見てないですね。結構引いてる人はね、ゴールド契約書からも引いてるイメージあるんですけど、おし、いつぶりだこれ。いや、嬉しい。いや、もうね、誰が来ても嬉しいんです、ゴルチキから S ランクは。いきなり来た、いきなり。マーティン選手、いや、 A ランク持ってないですけど普通に嬉しいですね。はい、嘘、やったこれは勝利だ。本当に、いや、久しぶりですね。これ、どうしようかな。私、結構前のまだナックル持ってるた頃の安明さん以来です。もう、自チームなのに全然引けてなかったんで、でもこれ、継承しちゃおうかな。はい、嬉しいです。いやー、ちょっと2連続はびっくり。さすがにもうないかな。あ、ちなみにこれニューついてないのでわかるかなと思うんですけど、かぶりです。はい、ヤクルト選手はよく、本当によく引く。いや、これやばいな。さすがに A ランクでしょって思ったら S ランク来ましたね、3枚目。え、マジか、今までの取り戻すかのごとくの引き、ラスト。こんなことありますかね。ちゃんとゴールド契約書なんですよこれ全部。すごっ、すごい久しぶりですけど、これ今日までで440枚引いて S ランク9枚、だいぶ取り戻しましたね今日で。うわ、マジか。てか安崎さんは大きすぎます本当に。いや、大きい。ちょっとね、そう、吸収ね、随分変わりましたよね。ストレートがでも B になってる。はい、いや、これ継承だな。 OKOK。 他ちょっとどうだろうな。ライオンズ枠もヤクルト枠は、ヤクルトなんて6人ぐらいオーダー入ってますから間に合ってるんですけど、でも嬉しいです S ランク。はい、3枚っていう引きでした。いや、これびっくりだな。はい、いや、嬉しいですね。私が使ってる安明さんはリアタイのオーダーには入れてるんですけど、このセレクションの時の2017年のセレクション以来ですね、ずーっと引けてなかった。欲しい欲しいって言ってて、しかもそう、これね、9位請求同時になってるんですよね、技巧派をつけて。
そうそう、懐かしいな。そうそう、いや嬉しい。なんでまあ極みで継承でいいんじゃないでしょうか。あ、まだ先発適性が一応あった頃ですね。まあ、この時はスライダーカットも使えてナックルもあってっていう感じだったんですけど、フォークが増えたのかな。うん、まあ、でもまあリアタイ私の中継ぎ弱いからちょっと残しておきたいなって気持ちもずっとあったんですけど、これはでも育て終わったら継承してオーダーに入れたいと思います。はい、いや嬉しい、普通に嬉しいです。さあリーグ戦の結果は出たかな。まだな気がす、あ、まだですかね。試合中ですね。これ、5月5日子供の日の夜に撮ってるんですけど、まあ、日曜日ですね。なので本当にこの今試合中の第2節とあと最終節次第でちょっと微妙なところにいるので、いっぱい負けちゃうとちょっと厳しいかなっていう。なんとか今3週連続覇王にいるのかな。うん、なので4週連続1ヶ月覇王生活っていうのをやりたいんですよね。残れるかちょっと微妙なところです。頑張りたい。そしてまた覇王維持しましたよっていう報告をしたいですね。いやー嬉しいなー。3109位、もうねここまで9位と請求離れちゃうとね称号でどうにもできないんで、まあ、それはいいかな。うん、A ランクも確かレベルマックス残してなかった気がするので普通に極みで継承します。いやーでも嬉しいな。はい、ということで、まあ、これから育成ねまた頑張ろうと思います。近々自チーム A ランク契約書も強化動画としてアップする予定なので、それもよかったら見てね。またねいろいろ企画考えてるんで、はい、あ、昨日調子くんグッズ考えてみたっていう動画出してるんで、よかったらそれもまだチェックしてない方は私の手書きの調子くんがたくさん見れます。うん、はい、まあ、よかったら見ててください。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようかなと思います。こんな感じでプロスピエースばっかやってます。よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまたぜひ見に来てください。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。